ジャン・クリストフロマン・ロラン前回の続きからです影は逃げ去って太陽が昇ってくるクリストフは一日の迷宮の中に自分の道を見出し始める朝 両親は眠っている。彼は自分の小さな寝床に仰向けに寝ている彼は天井に踊る光の線を眺めるそれは作ることなき楽しみであるにわかに彼は声高く笑う聞く者の心を喜ばせる子どもの善良な笑い 母親は彼の方に身をかがめて言う「まあどうしたの坊や」すると見る人がいるのでなお努めて笑うのでもあろうか彼はますます晴れやかに笑う母親はシカツらしい様子をして父親を覚まさないようにと彼の口に。 指を一本当てるけれども彼女の疲れている目は我知らず笑っている二人は一緒にささやき合うと突然父親は激しく怒鳴りつける二人とも震え上がる母親は 罪を犯した小娘のように急いで寝返りをして眠ったふりをするクリストフは寝床に深く身を埋めてじっと息を凝らす死のような沈黙しばらくすると毛布の下にかがまっていた子供はそっと顔をのぞき出す。 屋根の上には、風見がきしっている。問いからは、雫が垂れている。三つげの祈りの鐘が鳴る。風が東から吹くときには、対岸のむらむらの鐘が、ごく遠くからそれに響きを合わせる。傷ずたの絡んだ壁に群がっている雀が。 「騒がしく泣き立てる」「その中には一群れの子どもの遊びに見られるように他のよりもずっと甲高いいつも同じような三四の声がひときわ高く響いている」「一羽の跡が煙突の頂上で喉を鳴らしている」「子どもはそれらの音に 身を任せる彼は歌い出すごく低くそれから少し高くそれからごく高く次には非常に大きな声でするとついに父親は声をとがらしてまたどなるこのロバメ まだ黙らないのか待ってろ耳を引っ張ってやるぞそこで子どもはまた毛布の中に潜り込む笑っていいか泣いていいかわからない恐怖と屈辱とを感じるそれと同時に自分が例えられたロバのことを頭に浮かべると 思わず噴き出してしまう寝床の奥からロバの鳴き声をまねると今度は撃たれる彼は体中の涙を絞って泣く自分は何をしたというのだろう彼は笑いたくてたまらない動き出したくてたまらないそれなのに身を動かすことは 禁ぜられているどうしてみんなはいつまでも眠れるのだろういつ起き上がったらいいのかしらある日彼はもう我慢がしきれなくなった猫か犬かなんだか珍しい音が往来に聞こえたのである。 彼は寝床の外に忍び出る。小さな素足で不器用に床石をたどりながら階段を下りて見に行きたくなるしかし扉は閉まっているそれを開くために椅子の上に乗る途端に何もかもひっくり返る体を痛めて彼は泣き声を立てる 「おまけにまた撃たれる」「いつでも撃たれるのだ」「彼は祖父と一緒に教会堂にいる」「退屈してくる」「大変気づまりである」「身動きすることも許されない」「回収は彼にわからない言葉を一緒に言い」 それからまた一緒に黙ってしまう。みなおごそかな陰気な顔をしている。平祖の顔つきとは違っている。彼はおずおずと人々を眺める。凛家のリナばあさんは彼の横に座って、いじわるそうな様子をしている。時とすると祖父までが、 見違えるような,様子にな,るなんだか薄気味が悪いけれどそのうちには慣れてくるできるだけのことをして退屈を紛らそうとする体をゆすったり首を曲げて天井を眺めたり顔をしかめたり祖父の上着を引っ張ったり 椅子に詰まっている藁を調べたり指先でそれに穴を開けようとしたり鳥の声に耳を傾けたりまた顎が外れるような大あくびをする突然どっと音響がするオルガンが引かれてるのである彼は背筋に ぞっと旋律を感じる振り向いて椅子の背にあごを乗せるそしてごくおとなしくしている彼にはその音響がさっぱり腑に落ちないそれが何を意味するのか少しも知らないそれはただ輝き渦巻いて 何にも見分け,られ,ないけれども快いものであるもう1時間も前から退屈な古い家の中でぎこちない椅子に座っていることその気持ちがどこかへ行ってしまう鳥のように空中に浮かんでいる気がするそして音響の大河が いくつもの丸天井を満たし壁に跳ね返されて街道の隅から隅へ流れ渡るときには自分の体もそれに運ばれ翼を打ってあちらこちらと飛び回りその誘いに身を打ちかせるのほかはない自由であり幸福であり日が輝いている 彼はうつらうつらと居眠りをする祖父は彼に対して不満である彼はミサに劣して行儀が悪い彼は家にいて両手で足を抱え床に座っている靴拭きむしろを船と決め 床石を川と決めたところであるむしろから出ると溺れてしまうと考えているらしいほかの人たちが無頓着に室内を通るのに彼は驚きまた多少気を悪くしている彼は昭夷のひだをつかまえて母親を引き止める この通り水だよ橋を通らねばいけないよ橋というのはひし形の赤い床石の間に続いている小溝である母親は彼の言葉を耳にもかけないで通ってゆくちょうど戯曲作家が自作の開演中に勝手な話をしている観客を見る時のように 彼はじれている次の瞬間には彼はもうそんなことは考えていない床石はもう海ではない彼は長々と床石の上に寝そべって石の上に顎をつけ自分で作り出した音楽を口ずさみよだれを垂らしながら真面目腐って 親指をねぶっている。床石の間にある割れ目に見入っている。ひしのその列が人の顔のようにしかめる。目にもつかないような小さな穴が大きくなって谷になる。その周りにはいくつも山がある。 一匹のわらじ虫が張っている。それが象のように大きい。雷が落ちても子どもの耳には入らないだろう。誰も彼にかまってくれない。彼は誰にも用はない。うつふきむしろの船。奇怪な獣のいる床石の洞窟。 そんなものさえもうなくて済む自分の体だけでたくさんだ体は何という興味の泉だろう彼は自分の爪を眺めて大笑いしながら行く時間も過ごす爪はそれぞれ違った顔つきをしていて知っている人たちに似通っている 彼はそれらを一緒に話さしたり踊らしたり殴り合わせたりするそれから今度は体の他の部分彼は自分に属するものを残らず検査し続けるなんとたくさんの驚くべきものがあることだろう 不思議なものが実にたくさんある。彼は珍しそうにそれらのものに見とれる。時々そういうところを人に見つけられて、彼は手荒く抱き取られた。時折彼は母親が向こうを向いている隙に乗じて、 家から外に抜け出す初めのうちは後から追いかけられて捕まってしまう後になるとあまり遠くへさえ行かなければ一人で出かけるままに放っておかれる彼の家は町外れにあるすぐそばから野原が続いている 彼は窓が見える間は時々片足で飛びながらちょこちょこと足を踏みしめてじっとも立ち止まらないで歩いてゆくけれども道の曲がり角を通り過ぎるとやぶに隠されて誰からも見られなくなるとにわかに様子を変えるまず立ち止まっては 指を口にくわえて今日はどういう話を自ら語ろうかと考える頭の中にいっぱい話を持っているのであるとよりその話はどれもみな似通ったものでまた三四行で書き終えられるくらいのものである彼は そのどれかを選ぶ。「大抵はいつも同じ話を取り上げてそれを前日話し残したところからやり出すかまたは違った趣向を立てて初めからやり出す」「新しい話の道筋を考え出すにはごく些細なことで十分である」 太耳にした一言で十分である